さあ、ということで夕日坂に着きましたが、まずは安根ばあさんのところに行こうか。いいなー、実家のような安心感だなー。食べることが好き、でも硬いものや熱いものは苦手。なるほどなるほど、基本食べ物で行けばいいのかな。じゃあ安根おばあちゃん、何かないかな。レタス二郎とかここのお店にあるとか言われそうな気がするんだけど、まあいいんじゃないかなって思うので、20個ありますからね、あげましょう。ああ安根おばあちゃんではなかったのね、おじいさんが好きなのね。そうかそうか、そうですかそうですか。じゃあな、あとはどうしようかな。食べ物食べ物、うまいのかぼうのような気はするんだけど、4本しかないもんな。まああげてみようか。食べやすいのよ、ありがとうね。あ、大丈夫そうだね、進展しました。いつもありがとうね。最近ここに引っ越してきたのかしら。いえ、引きこもってたけど言わなくていいよそれは。そうかいな、外に出とらんとどんどん背が縮んじゃうからね。子供は風の子よ、走り回りんしゃい。友達になりませんか直球だね、ここへ来てもどうすればいいのかいな。え、いいんですか。これじゃあちょっとな、確かにな、なんかちょっと違うよね。もうちょっとなんかこう信仰を深めたいよね、なんていうか。そうだ、俺が願い事を叶えてあげますよ。願い事かい。そうです、願い事叶えられたら友達になってください。そうね、ばあちゃんもう長生きさえできれば何でもいいからね。こうしてたまにお話ししてくれて遊んでくれたらいいのよ。いっぱいお話ししましょうね。おや、しずこはまたお出かけえな。おだてかえな。わあ、ごめんなさい。道塞いじゃってたらね。うん。かわいいな。しずこさんはどこへ行ってるんですかね。さあね、お昼には帰ってくるし、あんまり心配はしてないのよ。大丈夫かい？火星かい？だいぶ外に出てると思うけど、確かにな、これだけ動き回ってたら疲れもたまるわな。確かに蜂蜜はいいですぞ。お土産あげるからね。いいなぁ、いいなぁ、永住したいここ。また遊びに来たよ。お店出てないけどね。七瀬くんよね。本名は違うけど。はやな、名前が違うのね。ごめんなさいよ。若い子の流行はおばあちゃんわからないからね。まあ、だいたい会ってますし、大丈夫ですよ。それより、しずこ見なかったかいな。このくらいの時間に帰ってくるんだけど、姿を見なくてね。あの、三毛猫ちゃんですか？来るときは見てないですね。探しましょうか。探そうか。これはいいところに。なんかな、都合のいいタイミングだけ出てくるよね、高宮さんって。察しがいいですね。しずこさん知りませんか。そうですそうです、猫ちゃんです。見てないですか。20分ほど前にこの辺りで見かけたよ。すぐに向こうへ歩いて行ったけどな。高宮さんは猫と戯れたりしないんですか。いやー、猫アレルギーがあるから。あー、それは仕方がないですね。
いいな、嫌いじゃないな、高宮さんのキャラ。ああ、ハクヒさん、お久しぶりです。会いたかったです。静子さん見ませんでしたか？どなたでしょうか？逃げ猫です。あの猫ちゃんかしら。あ、いるのかな。おや、子猫が一匹迷子でしょうか。怪我してる？あー、随分と威嚇されてしまってますね。怖がらせちゃったんでしょうか。この子猫を守りたいって気持ちはわかりますね。動物は言葉は喋らないので詳しくはわかりませんけど。毛づくろいをしてあげますね。かわいい。かわいいなというわけでしてどういうわけかわかんないよこれじゃ。それで帰るのが遅かったんだよね。ありがとうね。これちょっとだけどお礼よ。よかったね。でもいやー、どんどん見ていきましょう。どんどん見ていこう。うまいのカボいきましょう。あ、うまいのカボ増えてる、もしかして。お土産ねみたいな感じでスネおばあちゃんくれてるのって、うまいのカボかな、もしかしたら。え、ってことはこれ減ることないのでは。増えてますよねこれ。静子さんいます？それがね、今日も帰ってきてないのよ。今日もですか。多分また神社の方にいるんじゃないかな。こんにちは。そうだねいいなぁ、一度で二人のイベントを楽しめますね。あ、子猫もいる。ん？え？んー、静子さん病気ですかね。あらまあ、そう言ってたもんね、安根おばあちゃんも。んー、食べそうにないか。どうでした？そっかそっか。静子さんどうですかね。そうか。どうにもできないんですかね。まあそうだよね。無理させるのもまあ良くないよね。この子ね、首の後ろ書いてもらうのが好きなのよ。こうやって軽く書いてあげんしゃい。なるほどな。でも帰るに帰れないよねこれは。静子なら大丈夫よ、私が見てるからね。そうね、これはお土産よ。いやー、帰れませんよ、帰れませんよ。心配ですよ。こんにちは。
昨日だったんですね。いい猫ちゃんだね。まあみんな違うよね。そうか、あの子猫ちゃんか。まあでもそういう気持ちが、心がけが大事ですよね。うん、でも元気そうだね、子猫ちゃんは。うん、あ、育てるつもりですか。出会いも別れも大事にしなくちゃね。笑顔で見送って笑顔で受け入れるのが一番よ。ああ、なんかなんか泣けてきたな。ちょっとうるってきちゃったな。そうね、ばあちゃんお願い事叶えてもらったわ。たくさんお話ししてくれてありがとね。ありがとうございます。これで大丈夫なのかい？大丈夫ですよ。いやうるってきちゃったな。ほんと涙腺弱いな俺は。ごめんなさい、ちょっと続けられそうにないので、このテンションで一旦休憩したいと思います。ごめんなさい、失礼します。お、夏香くんがいるじゃん。でもその前にスタラさん行こうか。ですね、アイテムの方を再びちょっとだけテトリスなどなどをしてきまして、またチャージしておきました。もう完全に思い出作りなんで、ウサメモはどうしてもって時以外はあげないつもりでいこうかなと思います。では行きましょうか。若干ビットが溜まってますね。毎度。というわけで設楽さん行きましょうか。好物はやっぱり薬？それと関西のあの食べ物かな？今回は結構簡単そうですね。まあまず間違いなくこれですよね。これは来るよね。オッケーオッケー。かといってな、たこ焼きだけ揚げ続けるのもなんかあんまり面白くなさそうな感じがするんだけど、でも風邪薬、胃薬とかこの辺ですよね。なんか薬って単語があったから、単純に。おー、風邪薬でもいいのか？お、進展しましたね。最近よく顔を出してくれるな。いえいえ。お姉さんと友達になりたいなと思ってまして。どうです？友達か？うちとなるより、チビどもの方が歳も近いし、ええと思うけど。まあ、それはそうですけど、設楽さんともなりたいんですよ。あの子たちと友達になるとなんかとんでもないことになりそうだというか、まあ何にしてもあの子たちともなるけどね、多分。ろくな扱いはされんやろうな。まあすでにされてなかったりもするけどもね。ちょっとお姉さんのお手伝いせえへん？お手伝い、なんでしょう。
何でしょうか。そう。やってるんだ。引っ張るっちゅうより後押しする方やん。うちの友達にちょっと迷いやつがおってな。迷い？育児がないっちゅうことやな。しかも昔から今まで一歩も進歩なしやん。それは相当ですよ。一歩も？まあ過大評価して半歩進んどるくらいやな。なるほどな。相当これは修羅の道の可能性があるんだけども大丈夫かな。ノリがいいですね。では作戦会議と行きましょう。次の機会か。とりあえず1回目はお話みたいな感じか。全然構いませんぞ。全然構いませんぞ。たこ焼き食べながらちょっと作戦会議しましょう。前に言ってたお話の続きしません？しましょう。せやな。設楽さんの幼馴染さんって誰ですか？うちの店の少し先にあるやろ、交番。まさか？まさか？そいつや、まさかの。俺あの人のキャラ好きなんだけどな。否定はするけどな。ずっと隣で見てたらわかるわ。そうそう、この近くの神社で巫女やっとるで。え？巫女って？なるほどね。幼馴染さんなんですね。なのに何も進歩がないけどな。図体でかい癖して小心者やわ。具体的にどういう風にすればよろしいんです？二人を装ってそれぞれに手紙を出す。その手紙を奈良志くんがそれぞれに渡してほしいんよ。うちが渡しても察するやろうからな。どうや？確かに設楽さんが渡しちゃったらあんま効果がなさそうだよね。いいですよ。確かにチープだけど。白飛さんはわかんないけど、まあ高宮さんはピュアピュアだよね、間違いなく。筆跡とかで分かったりしませんかね。応援してますよ。というわけで頑張りましょう、頑張りましょう。勘がいいのか。俺むしろ高宮さんの方が簡単のようなイメージがあったんだけど、多分胃薬もいいんじゃない。胃薬で行ってみようか。お、いいですね。頼めるか？白飛さんを装ったやつ可愛らしいですね。まあいいんじゃないかい。これは手紙というより果たし状。果たし状。こんくらい硬いんよあいつは。七瀬くんはそれとなく渡してくれるだけで大丈夫やから。そうですか。それにしてもうまくいきますかね。最近手書きの便箋なんてほぼ絶滅しかけてますし。確かにな。もうメール、LINE とかの時代ですもんね。ポツリの時代だもんね。ビットフォンの時代だもんね。でも今だからこそこういうお手紙系がね、アナログものが効果をもたらす可能性だってありますからね。やってみましょう。どうもどうも。おお、びっくりした。ちょっと重たくなったからびっくりしましたが、設楽のやつの真似か。潔いね、ここは。
俺も暇じゃないんだが、親に連絡入れるか？いやいやいや、渡したいものがあるんですよ。渡し物？これです。これは、白皮からか？あ、そうか、そうかそうか。なるほどね。だから、高宮さんは大丈夫か？大丈夫とか言っちゃいけないけど。わかるんですか？そりゃあ、こんな子供っぽい便箋を使うのは、白皮かしたらのところの指定だけだろう。うん。大丈夫そうだね。ああ、気をつけて帰るように。まあ、こっちだよな、難しいのは。どうもどうも。ちっちゃんの真似かな？可愛いですね、今日も。そうだ、これを渡しに来たんでした。あら、これは請求書かしら？多分手紙だと思います。なるほど、大事に預かっておきますね。なるべく早めに読んでくださいね。なんか この場で読みそうなんだけど、大丈夫かな？わかりました。とりあえず渡せたね。よかったね。そうかそうか、うまくいくと思う？まあ、設楽さんの手にかかれば、余裕じゃないですか？今日はこのくらいでええやろ、おおきに。また、その後があるけどな。この後何するんですか？3日後か、そうか。3日後です。3日後じゃないんだけど。どう考えても3日後じゃないんだけど、多分大丈夫だよね。ちょっと胃薬あげます。お、よかったよかった。3日後ですね。